20だからだ。引っ張り抜くぞ。よっしゃー、みんな一斉に行くってばよ。せーのー。俺が。後悔しているというのか。お前は俺に誰でもない、誰でもいたくないって言ったよな。お前一体誰なんだってばよ。俺は誰でもない、誰でもいたくないのさ。覚えてるだろ。でも本当は俺と木陰になりたかったんだな。あんなものを捨てきった過去と甘い自分だ。面して自分隠したってダメだ。どんなに言葉でごまかしてもあんたが内葉帯人だってことは変えられねえんだ。今さらその名に何の意味がある。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導くもの、第二の陸道仙人だ。違う。お前は内葉帯人だ。俺とそっくりな内葉帯人だ。両親を知らないことも、自分にとって大切な人がいなくなったことも、孤独を知っていることも。だからいろんな人に認めてもらいたくて、あんたは火影を目指した。それも俺と同じだ。それなのにあんたの今を見てみろよ。俺と同じ夢持ってたあんたが火影とは真逆になっちまった。いや、俺のやっていることは火影と何ら変わらない。それ以上だ。平和を実現できるのだからな。お前それ本気で言ってんのか。そうだ、そう思っている。行き先もはっきりせず、わざわざ険しい道だと分かっていて歩くことはない。仲間の死体をまたぐだけだ。はっきりした行き先があり近道があるなら誰でもそちらを選ぶ。何言ってんだお前。俺が知りてえのは楽な道のりじゃねえ、険しい道の歩き方だ。その二つの道の行き着く先が同じだとしてもそういうのか。一方が険しい道だって最初に誰が教えてくれんだよ。結局誰かが歩かなきゃそれも分かんねえだろうが。火影とは痛えの我慢してみんなの前を歩いてるやつのことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。火影になるやつに近道はねえし、なったやつに逃げ道はねえよ。そうだろ。お前が歩いてる道は逃げている道だ。だからだ。みんなを巻き込んでお前の道をこのまま突き進むのは許されることじゃねえ。こっちの道へ来て、内葉帯人として、木の葉の忍びとして、きっちり罪を償ってもらう。違う。俺は内葉帯人を捨てた。俺は。もう自分を隠すのはやめろ。お前はお前だ。逃げんな。こっちへ来い。なんだお前は。なぜお前は俺を惑わせる。俺はやっとここまで来たんだ。俺は逃げていない、間違っていない。もう自分を隠すのはやめろ。俺は隠してなど、俺はもの、お金など今の俺に関係ない。それはてめえの本性じゃねえだろ。言葉で語ったところで本当の心は変えられねえってば。本当のあんたはおかげを夢見た木の葉の忍び、名前のない忍びじゃねえ、陸道仙人でもねえ。あんたがうちは帯となんだ、達成したんだ。距離を取るな。何を怖がってんだ。もう分かってんだろ。自分の中で答えは見つかっただろ。俺は強がってんじゃねえ、自分を隠すんじゃねえ。俺は、お前は火影を目指してたこの葉隠れの内川帯人だ。父ちゃんもカカシ先生も俺ももう見逃さねえぞ。お前のことちゃんと見てんだから。怪我してんのに無理して、うん、強がって傷を隠してもダメ。つまんない意地張らないでよ。オビトは火影になるって言ってたよね。だったらあなたを救うことは、そうでしょ。頑張れオビト、私信じてるから。火影になってかっこよく世界を救うとこ見せてね。行くぞ。今のあんたのその心の底に残ってる本当に大切なものを裏切るんじゃねえよ。そしてそれと繋がってんのは決して今のお前なんかじゃねえ。もう分かっただろ。お前は内川帯人だ。いいから来いこの野郎。なるとみんなの力をなめんなってばよ。俺は負けたのか。凛、小林先生、詳しい話は後にしよう。今はこいつのけじめをつけさせてくれ。父ちゃん。ナルト、ここは俺たちに任せて、お前たちはマダラの封印に向かってくれないか。俺とカカシは帯人と話がある。行くぞサスケ。覚えてるかい、4人でこなした任務の数々を。凛は医療忍者として君たち2人を必死に守ってた。こんな状態を望んじゃいなかったろうね。でもそうさせてしまったのは俺の責任だ。凛を守れなくてすまなかった。凛は俺にとっての唯一の光明だった。凛を失ってのち、俺の見る世界は変わってしまった。真っ暗な地獄だ。この世界に希望はない。マダラになり変わって世界を歩いたが、さらにそれを確信するだけだった。このシャリンガンをもってしても結局は何も見えなかった。何もなかった。俺もはっきりはわからない。はっきりとはわからないが、目を凝らして見ようとはしたんだ。お前がくれたシャリンガンと言葉があれば見える気がした。それがナルトだってのか。なぜ奴にそこまで。今のお前よりは失敗しないと断言できるからだ。なぜだ。あいつが道をつまずきそうなら俺が助ける。なぜ奴を助ける。あいつは夢も現実も諦めたりしない、そういうやつだからさ。そしてそういう歩き方が仲間を引き寄せる。つまずきそうなら助けたくなる。この地獄に本当にそんなものが。お前だって見ようとすれば見られたはずだ。俺とお前は同じ目を持ってんだからな。信じる仲間が集まれば希望も形となって見えてくるかもしれない。俺はそう思うんだよ。つまんない意地張らないでよ。行く？かもな。俺も。いいから来いこの野郎。そう